マーク・ウェビンクは、弁護士並びに、ニューヨーク・ロースクール法学部客員教授である。ニルズでは、ウェビンクはピアツ2パテントプログラム開始時の拠点だった、特許イノベーションセンターの執行役員を務めている。彼は、デューク大学スクールオブ、ローのシニア・レクチャリングフェロー、2007年10月に、参加した、ソフトウェア・フリーダム・ローセンターの理事でもある。彼は、 レッドハットで2000年から2004年まで同社初のホーム顧問につき2004年から2007年8月まで知的財産権ホーム副顧問を務めた後退任しているウェビンクはオープンソースと知的財産権問題に関するブログを執筆している2011年3月16日グラクロウのパメラ・ジョーンズはグラクロウの新しい編集者に ウェビンクが就任する予定であると発表した。ありがとうございます。